どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダー育成道レベルアップライダーシリーズ15番、ファンタジーゲーマーの方をご紹介したいと思います。ではパッケージの方を見ていきましょう。で、開けます。まずは説明書が入っております。中身を開けるとこのようになっております。ファンタジーゲーマー本体とゲーマードライバーの交換パーツが1つ入っております。まずはレベル50用のゲーマードライバーの交換パーツです。続いてファンタジーゲーマーの方を見ていきましょう。全体このようになっております。続いて別売りの仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2とファンタジーゲーマーを使って仮面ライダーブレイブファンタジーゲーマーレベル50にしていきましょう。まずゲーマードライバーを取り外します。そしてレベル50用の交換パーツと取り付けます。続いてファンタジーゲーマーを変形させていきます。まず後ろのマントを取り外します。そしてファンタジーゲーマーの腕を上に上げさせていきます。続いてファンタジーゲーマーのマスクパーツですね。これを上に上げさせていきたいところなんですが、なんと干渉して一番上まで上げさせることはできません。これをどうするかというと、斜めにして上に上げさせて、あとは元に戻せば、これでマスクパーツが出てきました。続いて足の部分ですね。これを後ろまで下げていきます。反対側も同様になります。するとこのような感じになっていきます。続いてブレイブの両肩にある穴の部分がありますよね。これにファンタジーゲーマーの両突起部分と組み合わせます。続いてファンタジーゲーマーの足の部分にあるこの両突起の部分をブレイブの腰の部分に取り付けます。反対側も同様です。続いて先ほど取り外したこのマントパーツですね。なんとこのように上に上げさせることができます。はい、これでマントが長くなりましたね。続いてマントの一番上にあるこの両突起の部分とファンタジーゲーマーの腕の裏側の部分ですね。これに穴があります。これにめがけてセットするんですけども、このままセットするんじゃなくって腕をこのように反対に向けさせて、そしてマントをこの方向に合わせてこのように中に入れていきます。そしてこの突起部分と穴部分を噛み合わせるようにセットします。反対側も同様になります。あとはマスクパーツを下に下ろせば、仮面ライダーブレイブファンタジーゲーマーレベル50の完成です。では全体見ましょう。全体このようになっております。とてもかっこいいですね。まさに魔王って感じの衣装になっております。そしてガシャコンソードを持たせるとこのような感じです。とても似合っておりますね。以上で仮面ライダーエグゼイドレベルアップライダーシリーズ15番ファンタジーゲーマーの方をご紹介いたしました。とても似合っているんですけども、残念ながら2つ欠点がございます。やはりマスクパーツは一体化しないんで若干違和感を感じますね。そしてマントパーツが重すぎて足を固定させて立ち上がらせるのがとても難しくなっておりました。それ以外は特に問題はありませんでした。ということで今回これで以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さようなら。